後になったらきっと私の頭もおいしい幸せ空っぽそうハッピーロッテイソー、ようこそお越しくださいました。どうぞ中央にお願いいたします。改めてご紹介。さあ今日はこの CM の世界観そのままに真っ白なワンピースでお越しいただきました。爽やかですね。CM の世界観が爽やかでした。もう一口食べた瞬間にめっちゃテンション上がっちゃってすごい幸せな撮影時間でした。あの笑顔といいますか表情っていうのは演技じゃないですよね。もう皆さんに食べ過ぎて最後の方出しますかって聞かれてるのに出すわけありませんみたいな感じでずっと食べてて、うん、私四角い形から角を4箇所食べて、うん、ちょっとそこが最初溶けるじゃないですか。あ、そうですね、周りから溶けていきますからね。でだんだん丸くしていきたいんですよ。丸四角の層をあえて すごい細い丸に最後残ったら、うん、上からこう4回ぐらいに分けて食べて最後は飲むっていうのが自分の食べ方があってそうのその最後ジャンプをしてるところが結構合成っぽく見えるじゃないですか、はい、もうすごいジャンプですもんね。あれ本当にワイヤーで吊らしてもらってジャンプをしてるんですね。で音に合わせてもう右と左で男性スタッフの方が 3,4 人でうわって引っ張るみたいなのやっててそれを持ち上げてくださっててあれね3メートルぐらい飛んだって。じゃあ高いですね。そうですね、もう身長の倍ぐらい、倍ぐらいある、うん、高いですね。さあということで今日は広瀬さんにこちらのハッピープレゼントさせていただきます。本当ですか。はい、本当に持って帰っていただきます。もうそうハッピーとねこうハッピーに描かれてますけれども、さあただいまから広瀬さんには商品名でもありますそうの字を書いていただくんです。あ、薄いかな。豪快に行きましたね。はい、完成いたしました。バレちゃった。怒られちゃうかな。バレちゃった。今日は白いワンピースで爽やかな、はい、装いなんですけど、普段からそういった格好されます感じ。真逆で黒ばっかですね。黒が多いです。春でも黒。春でも黒、たまに白とか。卒業式ブルーみたいな、まだやっぱり寂しい気持ちはある。かなり寂しいです。だから毎日メールしてます。でいつも4人組でいるのでなかなか4人の予定が合う日がなくて、でも今月中にはあと1回は会いたいねって言って。広瀬さんは遊べてます？その遊んではないんですけど、昨日はすごい早く撮影が終わったので2時間ぐらいジムで久々に6キロぐらい走ったんですよ。ですごい重いなんかこういうのあるじゃないですか、あれを持ちながらスクワット50回とか腹筋100回とかなんか一人で汗かいてすごいそれが気持ちよくて、で歩いて帰ってっていうなんか一人で何も考えずにぼーっとこう何かに熱心になるっていうのが久々だったので、そういうことの方が時間を使うことは多いかもしれない。結構体動かすんですね。そうですね、バスケ8年間やってたのでなんかこうやらなくなってからすごい気持ち、体を動かさないと気持ち悪い感じがして、人に会うとかよりも時間ができたらまずジム